やっぱりロックをやってるって言ったら TOKIO さん、バンドバンドだよ、うん、でもジャニーズはやっぱりそっち系に行くやん。やっぱりどっち系よ。ポップアイドルやから。ジャニーズす、まあみんなイケメンやからさ、好きなんやけどさ、やっぱりこう可愛い可愛いのがそこにやっぱロックというそのなんで男らしさが加わるか、もうそれはもうかっこいいでしかないわけで、まあジャニーズ事務所やから、まあ、お芝居もできるから映画とかもあって、ロックよ静かに流れよ、青春のお話、バンド組んでる男の子たちのお話、成田くんが死ぬんですよ、そのドラマの中でね。亡くなるんやけど、その追悼ライブをやるわけ。成田くんのソロの曲なんやけど、不良っていう曲が、
前もなんかの、まあ、いろんなやつで言ったと思うけど、やっぱり昭和の世代はもう不良ヤンキーがちょっともうトレンドって言ったんやけどな、もうまさにそれ、もうかっこいいわけで、なんやろ、浸りたんやな、その世界観に。不良っていうのはやっぱりこうなんかこう陰口とかなんか噂の日々だった、それがすごく窮屈でみたいな、だけどお前がいたからどうのみたいな、なんかこうあるわけ、孤独感をこうな、それがすごい好きやった不良っていう、知ってるよね、多分好きな人は絶対する。成田くんの声はたまらんな、わかん、喋り出したら急に、もう鳥肌だったよ、あれ見た時、みんなそうやったんちゃう、すごい話題になったんでしょ、だからあの後もう YouTube でも何でもトレンド入りしとったのよ、男の人たちニュース役に、まあ塚谷さん初めてからもちろん、いろんな人からいろんな人とか、まあぼちぼちこうこうなんかな、コラボしてくださいとか言ってくださるどう言ったの、声をかけていただけることがあるんです。いや、そんなもんな。でもやっぱりな、まあ、何でもかでも、そのもう全然違うジャンルとかさ、そういう世代が全然違うとか、なんかこう答えできるけど、まあ、なんだろう。もうすごいきっちりね、してはる前の、無言色っぽいは、ね、カラオケ、ギターオケ屋さんのキリさんかな。なんか、もうそうだし、まだ、なんかいつになるか分かんない、またその時にいっぱい言うんですけど。イラストを描いていただいて、なんかちょっと漫画の人みたいになってんな。漫画の人みたいになってん、分からん、どういうこと。いや、イラストにしていただく、夫婦でイラストにしていただくっていうのがなかなかないから、すごいなんかな、新鮮やったよ。まだ、まあ、その制作途中なんの、なんかそのね、それに出されとって、ツイッターで上がっとったから、はぁ、こんな感じなんやって言って、なんか、めっちゃ可愛かった。はい、ということで、今回は世間を騒がせた、あの男組の復活を受けて、やらずにはいられなかったタイムゾーンとデイブレイクのメドレーをやってみました。画像がいいなと思ってくれたら、パウは。はい。みんな一緒に歌ってくださいね。ということで、また来週。つがいでした。